キックオフです。スタートです。向かって左のエンドから攻めるのがセネガル、反対側右のエンドからがカメルーン。チャンス、またまた流し込む、キーパータイミングよく飛び上がりました。前線フィード小さく出した、左サイドから止めに行く、いいディフェンスを見せます。いくか、シュート、これはわずかに右でした。思い切って打ってきましたね。惜しかったですね。チェック。さあ北澤さん、何でしょう、立ち上がりの印象を聞かせ願います。まだそんなに差はないですけどね、今日はどちらも悪くない印象ですよね。そうですね。さあ福地のライオン、カメルーン、惜しいですね。サイドよく動いてますね。開きますよ。キーパーと1対1、チェックに回る、よく見てましたけどね。おっと、いい力の展開ですね。どうする、守りを固める。ここはシュートゾーンだ、惜しいシュートです。頭でつないで左、いいプレーですね。うまく受けた、ドリブルで上がっていく、チェックに行く、ここで上です。あ、ここは起き上がりました。見ている限りでは怪我の心配はなさそうです。なんとかクリア、ここは阻まれました。中央を走り込んでいく、右サイド駆け上がる、パスを選択、右にはたいた、うまく落としました。中に誰か来てますよ。主審取りません。セネガル、ここはしっかりと守りました。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。おっと、これピンポイントだ。1対1か、ノーホイッスルだ。チェック、抜き去ります。ゴールを狙った、これはゴールキーパーよくキャッチしました。しかもいい動きを見せてますよ。ここはよく守りました。守備側も回り込んでましたね。ここはディフェンスされました。カメルーン、ここは及びませんでした。小さく出した、ちょっときついですよね。ここは変化、胸で落としました。かなり動いてきますね。先制のチャンスだ。
セネガル、この状況でどう立ち向かっていくか。そうですね、まだ選手に返そうという気持ちは、ね、十分になりますね。いずれにせよここからですよ。中に誰か来てますよ。さあカメルーン、ここで5点にされています。非常に面白い試合になってきました。なんなくいい上がり方してますね。さあ左サイド、一人いい動きを見せてますよ。シュート決めた、右足。さあカメルーン、ここで勝ち越しています。2対1。しかし先ほどのゴール、素晴らしい速攻でしたね。ねえ、素晴らしかったですね。ボールを回して胸で落として、さあ同点のチャンスとなるか。流し込んで決めた、ヘディ。セネガル、ロスタイムで同点に追いついています。今のゴールでね、かなり落ち着いてくると思いますよ。ここで前半終了のホイッスルです。セネガル、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がカメルーン、パスをつないでいく。中盤でしっかり展開しますね。
まあ、形としては期待した状況ですけども、お互い考えてますから、点差ですしね。それにしても素早い展開から見事に決めてくれました。いやー、ダイナミックでしたよ。あと、ここには誰もいません。チェック。右に回して。三重島。このサイドよく動いてますね。チェックに回る。これはオフサイドですね。ここは旗がありました。セネガル。そしてまた選手を入れ替えます。ここは叩きます。中に誰か来てますよ。ダイレクトでしのいだ。長すぎましたね。両チームここでメンバーチェンジとなります。まあ交代する選手についてなんですけどね、下がりすぎて一緒に攻撃に参加するのに遅れたところがありましたから、そこを見られたのかもしれませんが、なるほど、中盤でしっかり展開してますね。これを見ません。さあ固まっている。シュート。40分になります。後半40分。アプローチ、メンビア、いいマークですよ。ゴール前を固める。中央ボールが出てきた。まだボールは中。ロスタイムは約2分と出ています。直接フリーキックです。横へ持っていく。待っている。右サイドエリア。うーん、これが上がっていました。オフサイドかな。なるほど、これが上がっています。そして今